イマトラはフィンランド東部に位置する超自治体。南カルヤラ県イマトラ郡に属する。1948年にロシア国境近くの3集落を中心に設立された。過去50年間、サイマーコヤブオクシ川によって近代的な工業都市へと変貌を遂げた。1971年に自治体となった。一番近くの町は ロシアのスベトゴルスクで7キロメートルしか離れていない。サンクトペテルブルクは南東2 1 0トルのところにあり、首都ヘルシンキとは2 3 0トルフィンランド側で最も近い町はラッペーエンランタで3 7トルの距離がある。1903年、早瀬の近くに当時のロシア帝国の首都サンクトペテルブルクからの観光客向けホテルがオープンした。 アールヌーボーと有限ト様式のこのホテルは現在ではイマトラ観光ホテルとして知られている。イマトラにおける主な雇用主にはストラ・エンソ、イマトラ町、オバコバルをヤブフィンランド国境警備隊などがいる。2003年10月の時点で12,423人がこれらの事業者に雇われている。イマトラ町には2004年12月の時点で 1868人が勤めている。現在の市長はカイロスラッカである。1963年から1986年にかけ RR レースが行われていた。ありがとうございます。